あれから2週間、帝都での大混乱はようやく収束に向かいつつあります。未だ皇帝陛下の昏睡が続く中、オリバルト殿下の葬儀も執り行われ、昨日帝国中央議会の臨時議会において国家総動員法が全会一致で可決しました。これは一連のテロ事件を主導していたカルバード共和国に対抗するものであり、全国民団体両方に最大限の協力を求めていくことを定めたものとなります。具体的には兵役の義務、配給制の導入、各種物資の提供などをお願いする形となり、
帝位とヘイムダル知事、カール・レーグニッツ長官。まさか知事職を一時的に離れ、カイトの統括者に就任するとはな。いよいよ政府も本腰を入れて盤面を進めるつもりなんでしょう。この町に徴兵事務所が開かれ、令状が届き始めるのも時間の問題。うかうかしていられませんね。私たちトールズ卒業生も。ああ、未だ帝都の闇は見通せず、フェリスたちの安否も確認できていない。決起軍は動き始めたようだが、彼らに期待するのも筋違いだろう。我々は我々で、他の者たちと連携して動き始める必要がありそうだ。ええ、そして私たちの誇りにして遊郭の志士を体現する彼ら、私の後輩も所属する7組とも。戻ってこいつと引っ越しの準備をしてたんだ。ああ、さすがにちょっとヤバくなりそうだからな。あ、そうだ、ロジーヌの姉ちゃんからも伝言を預かってるぞ。しばらく会えなくなる、ごめんなさいってな。姉ちゃんに見つかる前にとっとと退散しないとな。
第二文庫。でもマカロフ教官、どうしていきなりこんな。さてね、まあ最悪なカリキュラムの片棒を担ぐことになりそうですが。こんな形で裁縫することになるとはな。へえ、なかなか良さそうなところじゃん。なんとかって博士が作ったっていう訓練要塞もあるみたいだし、坊ちゃんがお役目を果たしてるうちに一通り遊ばせてもらおっかな。この規模の軍事パレードがいきなり開催されるなんて、いくらなんでも段取りが良すぎだろう。あいつらのことは心配だけど、帝国軍人として果たすべき使命がある。この国とブリジットを守るためにも、あの話やっぱり受けるべきかもな。ビビたちは消息不明、7組に至っては痕跡すらなしか。ノートンさんの様子もおかしかったし、しばらく帝都から離れるべきかもな。
言うまでもなく苦しい戦いとなるだろう。過去エレボニアが経験したどんな戦争とも比較にならぬほどに。だが始めるからには帝国軍の総力と最善の戦略をもって当たるつもりだ。ラインフォルトグループの協力により現在史上最大の戦力が集まりつつある。少なくとも年内までには全ての決着をつけることをお約束する。ここで全国民の皆さんに大本営で決定したことを発表します。カルバード共和国を中するための史上最大規模となる正統作戦。ヨルムンガンド作戦、それが来たる X デーに始まる作戦名です。ヨルムンガンド、おとぎ話に出てくる世界を飲み込む大地の竜か。胸クソ悪くなるくらいぴったりの名前ね。こちら銀線、ヨナ君、聞こえているかしら。
めん、戻るのが遅れた。はい、久しぶりね。ことになったな。ひょっとしたら僕の故郷は。神様、かなりの確率で帝国に滅ぼされるでしょうね。週末の竜は動き始めました。神様はすぐにでもこの地を離れ、レミフェリア方面に逃れてください。長老からの許可もいただいています。嫌だ、エリーさんたちを放っておくなんて。ヘイユエだからこそできることもあるはずだ。お前もそのつもりで戻ってきた。失礼。いや、博覧竜殿、少し遅れちまったようだな。帝国軍情報局。いえいえ、スケアクロー殿、以前からおっしゃっていたビジネスですか、それとも。いや、そっちは別口が動いてる。ビジネスの方だ。総督閣下が戻ってくる前に詰めときたくてな。望むところです。それじゃあ未だにティオの消息はつかめないんだな。ええ、力になれなくてごめんなさい。私の知り合いも含めて軒並み行方がつかめなくって、ね、これからデート以外を探るつもりだから焦らずに待っていてちょうだい。別にそんなに焦っちゃいないけどさ。どうせあのランドルフとかも近くにいるんだろうし。と言っても例の宝刀王子があっさり爆殺されたくらいだからな。あ、悪い、ちょっと口が滑った。そのありがとう。先ほど伝えた通り、ルーファス総督は現在帝都よ。絶好のチャンスを逃さないよう、あの子たちをサポートしてあげて。ふん、言われるまでもねえぜ。ああいう空気は苦手だぜ。あのスチェラカ王子の恋人か。意外なような、お似合いのような。ユナ、そろそろ所定位置に到着する。バックアップ。プの方よろしくね。ふん、任せとけっての。シェラ君、これを預かっててくれ。もし僕に何かあった時にも、それがあれば皆をつなげられるから。
頼んだわよ、エステル。ヨシュアに、レンたちも。でもありがとう、大変な状況なのに協力してくれて。特にロイド、手配の方は大丈夫なのかい？ああ、アリオスさんやリーシャ、ノエルたちが撹乱してくれたからな。ありがとう、わざわざ来てくれて心強いわ。この子までついてきちゃうなんてね。レンも久しぶりだね。それにしても相変わらずあふれんばかりの可愛さ。キアちゃん、ちょっと抱きしめさせてもらってもいい？うん、別にいいけど。ほどほどにしておきなよ、エステル。僕たちの目的はあくまで情報収集。そうだった。ティータたちとも連絡が取れないし、戦争まっしぐらみたいだし。おまけにオリビエにトバルさんが。オリバルト殿下か。俺たちも随分お世話になったな。信じられないわね、
本当、私たちの方もティオちゃんにランディ、ユーナちゃんとも連絡が取れないし。それでリベールでの接続実験でレンが何かを観測したんだよね。ええ、リベールの ZCF とクロスベルのエプスタイン財団支部、それと帝国の RF の間で行われていた動力ネットの無線接続実験ね。2週間前のあの日、大量の情報がテート方面からアップロードされたわ。おそらくは暗号化された霊視情報、テートの異変の手がかりなのは間違いない。そしてその大量のデータはこの塔の中枢へと送られている。魔導区画だったか。青きゼロの計画のための儀式の区画があったそうだね。なあ、だが帝国の占領後、総督命令で封印されたと聞いている。扱えるのはベルたちクロイス家の錬金術師だけだったみたいだから。でもそれがこの状況で何らかの形で利用されている。いずれにせよ私たちの目的は一致してるわね。あの日テートで何があったか、今何が起きつつあるかを見極める。ああ、戦争の背後にあるらしき帝国で進行している裏の事情、それを解き明かさない限り今後の方針も立てられないからな。よろしくね、エステルさん、ヨシュアさんにレンちゃんも。ああ、こちらこそ。ロイド、エリー、キーアちゃんも。うん、頑張る。久しぶりに遊ばせてもらうわ。
これが。黒い助の紋章によって気づかれた魔導工学の成果か。見たところ本格的には稼働していないみたいね。ああ、独立国時代に潜入した時は露骨に怪しげな雰囲気だった。そうね、あの時はクロスベル中の霊力が吸い上げられていたみたいだし。うん、でも限定的だけど起動はしてるみたいだね。来るよ、みんな。魔導のゴーレムってやつ？ええ、錬金術の産物でしょう。アークス2は調達済みだ。リンクで連携して撃破しよう。なあ、それからブレイブオーダーも試そう。キーヤちゃんは下がっててね。うん、でもサポートはするからね。敵接近、狙い撃つわ。相手だ。行くよ。崩れた。さあ一気に行くよ。任せて。了解だ。俺たちの勝利だ。ええ、これもロイドのおかげよ。なかなかの手強さね。ああ、このまま登るとしたら気は抜けなさそうだ。ふう、二人ともさすがだな。さすが永久目前と言われているだけはありますね。シェラネイ・アガットと比べたらまだまだだけどね。風の牽制と比べてもまだ道半ばってところかな。二人とも結構いい線いって。そういう君こそものすごい獲物を使いこなしてるというか。ありがとう。まあ、元執行者としてもう少し勘を取り戻したいけど。そうか、
そうだったな。その確かヨシュアさんも。あ、執行者ナンバー13、漆黒の牙を名乗っていた。レンはナンバー15、殲滅天使ね。ちょっとした黒歴史ってところかしら。だったら遠慮なく当てにさせてもらうとするよ。私も精一杯ついていきますから。うん、よろしくね。キーヤちゃんもサポートよろしく。さっきの横断もすごかったよ。うん、任せて。ヨナのハッキングによれば、この最上層に集中端末があるらしい。そこに俺たちが求める情報があるはずだ。了解。それじゃあ始めるとしましょう。特務支援課と遊撃士協会による。ええ、行こうみんな。ゴーゴー、ミッションスタートね。しかしとんでもない空間ね。どのくらいの高さなんだろう。100アージュくらいかな。ええ、クロイスケの資料によるとそのくらいだったはずよ。
僕が相手だ。そこだ。もらった。お返しよ。お返しよ。よし。行くよ。切り裂け。うん、悪くないかな。勝利だ。ええ、これもロイドのおかげよ。
や、へい。外郭に出たか。ああ、こういった区画と中央を交互に行き来する構造だ。そばかすくんの情報だと今はショートカットできそうだけど。の勝利だ。ええ、これもロイドのおかげよ。相手だ。崩れた。もらった。私の番ね。任せて。崩れたわ。そこだ。行くよ。整備用のはしごみたいだな。せい。